全豪オープン女子テニスにおいて、大坂なおみ選手が日本人初の世界ランク1位とともに、グランドスラム連覇を成し遂げました。歴史的な偉業に、日本はもちろん、世界が沸いています。今回は、そのニュース記事と、それに対しての海外の反応をご紹介します。テニスの全豪オープン第13日が、26日、オーストラリアメルボルンで行われ、女子シングルス決勝で、世界ランキング4位で、第4シードの大坂なおみ選手、21歳、日清食品は、第8シードのペトラ・クビトバ、28歳、チェコと対戦。7対6、5対7、6対4で勝利し、昨年の全米に続く4大大会優勝を飾りました。グランドスラム初優勝からの連覇は、史上6人目、ジェニファー・カプリアティ以来18年ぶりの快挙です。これにより、大会後の28日に発表される世界ランキングでは、日本選手初の世界ランク1位となることが確定しました。クビトバとは初顔合わせ。4大大会でのサウスポーとの対戦は、18年ウィンブルドン3回戦のゲルバー戦以来ですが、前日調整では、左利きの17歳のオーストラリア人男性と仮想クビトバ練習をするなど、万全な状態で臨みました。第1セットは、大坂選手のサーブからスタート。最初のサーブをダブルフォールトとしましたが、立て直して第1ゲームをキープしました。その後、互いにブレークを許さずにサービスをキープして、タイブレークに突入します。ポイント7対2で制し、第1セット7対6で先取しました。クビトバは、今大会初めてセットを失いました。第2セット第2ゲームで、初めてブレークを許しましたが、すかさず第3ゲームでブレークバック。第5ゲームをラブゲームでブレークしましたが、5対3の第9ゲームから4ゲーム連続で奪われ逆転されました。迎えた最終セット。第2セットは、チャンピオンシップポイントを握ってから逆転されるフラストレーションのたまる展開でしたが、大坂選手は気持ちをしっかりと切り替えました。第3セット第3ゲームで先にブレークに成功。主導権を握ると、その後は崩れずに、冷静なプレーで勝利をつかみました。
後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。